はい、こんにちは、レトスの小野です。8月30日の3本に入る前にご連絡させていただきます。予想模試の値上げまであと1日となりました。まだ今からでも実力を上げることは可能です。たとえ過去問や予想模試で点数が伸びていなかったとしても諦めないでください。理解すべき部分を理解していけば、これまで勉強してきた部分とつながってくるはずです。そして点数に結びついてきます。最後まで諦めずに頑張っていきましょう。予想模試についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認ください。それでは本日の3問に入っていきます。両者の債務の履行期限が異なる場合は、双方の債務の弁済期が到来した後にのみ相殺が可能である、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えは誤りですね。相殺しようとしているものの債権、これ自動債権って言うんですけども、これが弁済期に達していれば、相殺される側の債権、受動債権が弁済期に達していなかったとしても相殺を主張することができます。例えば、両者を A、B と考えて相殺しようとしているものを A とします。そうした場合、 A の持っている債権が弁済期に達しているということは、相手方、債務者 B っていうのは支払い期限が到来しているってことを意味しているんですね。一方、債務者 B の持っている反対債権、 B が持っている反対債権が弁済期にないということは、逆に A はまだ支払う必要はない、つまり A は支払いの猶予があるということなんです。で、この場合 A がこの支払いの猶予期間、これを放棄したら、相手方 B の債権が弁済期になかったとしても相殺できますよね。相手方 B の立場に立つと不利益は生じていない、だから A は相殺できるっていう話なんですよ。で、この点は理解しないといけない部分なんですね。ちょっと今回は解説省略してるんですけれども、覚えるんじゃなくて理解をするってことがすごく重要です。考え方が重要なんですね。なんで、あの、個別指導の受講者についてはこの点動画でお伝えいたします。そして今販売している予想模試についても、このように理解しなければいけない部分については解説の中に入れておりますので、理解をしてきちんと実力を上げたいという方はぜひ予想模試ご検討ください。そして12月試験の方については、まだ試験まで4ヶ月弱ありますので、短期集中実力アップ講座、こちらで理解すべき部分を解説させていただきたいと思います。なので12月試験の方で、これからまだ実力を上げて今年絶対合格したいという方は短期集中実力アップ講座ご検討いただければと思います。短期講座については、この動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認ください。で、問2ですね。高県に本社、乙県に支社を有する宅建業者 A が、本社と支社ともに宅建業を営んでいる場合、従業者名簿については、本社、支社それぞれに備え付けなければならない、丸か×かという問題です。これ答えは丸です。事務所ごとに業務に関する従業者名簿を備え付けなければなりません。つまり本社にも、そこの本社で働いている従業者の名簿を置いて、支社にもその支社で働いている従業者の名簿を置くと、一括して本社に備え付けておくっていうのは宅建業法違反になりますので注意しましょう。あとですね、事務所に備えるものって何がありましたでしょうか。覚えていますでしょうか。標識、報酬額の掲示、報酬額の上限ってことですよね。あと帳簿、従業者名簿、専任の取引士、つまり専任の宅建士ですね。これはすべて覚えておきましょう。で、問3ですね。山林を開墾し、現に農地として耕作している土地であっても、土地登記簿上の地目が山林であれば、農地法の適用を受ける農地とはならない、丸か×かという問題です。答えはこれ×ですね。基本問題です。農地法の農地かどうかの判断基準っていうのは、現況で判断するんですね。地目では判断しません。現況っていうのは現在の状況です。現在どのようにその土地が使われているかってことです。登記簿上の地目には関係なく、現在農地として使っているっていうのであれば、それは農地法の農地なんですね。つまり本門は、登記簿上山林であったとしても、現に農地として耕作している土地だから、農地に該当するよ、という風になります。今日は基本的な問題なんで、全部解けるようにしておきましょう。そして、今販売している予想模試の解説の中身を、少しお見せしたいと思います。
あなたがお持ちの予想模試の解説、市販の予想模試や予備校の予想模試の解説とぜひ見比べてみてください。何が違うのか、またどうしたらこれから合格を目指すことができるのか、そこまでお話ししておりますので、左上の動画からぜひ内容をご確認ください。今年の合格目指して一緒に頑張っていきましょう。